流れる明るい石と書いて雷鳴石と呼ぶこちらの石、皆さんは全部集めましたか？私は全部集めていないので、今回は雷鳴石を全部集めていきたいと思います。頑張ります。全部集めると言っても私はもう結構集めてあるので残り4つなんですけど、この4つを集めていきたいと思います。まずね、どこに残りの4つがあるかわからないんですけど、とりあえずこのね、触媒、これをなんかいろんなところでスキャンしていくと、おそらく近くに雷鳴石があった場合はお知らせしてくれるんですよ。青い円でお知らせしてくれるので、それが出るまでひたすら歩きながらこのスキャンをしていこうかなと思います。一応なんか雷鳴石の場所がわかるマップっていうのがね、ネットにあるんですけど、最初は使わないで調べていって、で限界が来たら使いたいと思います。結構残りの4つを探し当てるのは大変だと思われるんですけど、頑張ります。あ、ここに1個出ましたね、青い円が。ここか。ここね、1個あるんですけど、ここの扉が閉まってていけないんですよ。で、ここの扉を開けるには世界任務をやんないといけないらしくて、だけどその世界任務の始め方がわからないんですよね。どうやって始めたらいいの？誰に話しかけて始めたらいいんだろう。なんかでもとりあえずね、地上から行くらしいんだよね、ここ。一旦ちょっと後回しにしよう。ちょっと違うところ調べます。他になんか縁出てこないかな。とりあえずこの精霊を追いかけてみるか。なんか新たな場所に連れてってくれたりしないかな。私を新たな場所に連れてってくれ。まだ行ったことのない土地へ。ありがとう。一歩歩いて一スキャン、二歩歩いて一スキャン、三歩歩いて一スキャン。ここは、ここはもしかしてこれ開ける場所じゃない？スキャンでもしかしたら開ける。あ、あれ？いた、あ、え、スキャンができない。お前を倒さないと開けないということか？これ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 、これこれ、おし。あれ、なんでだ？できないぞ、スキャンが。スキャンしすぎてスキャンできなくなっちゃった。一歩歩いて一スキャン、青いやつを集めないと。青いやつ、青いやつ、青いやつ、青いやつ。青いやつ、青いやつ、青いやつ。これ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 。こういう青いやつを取ると、はい、明かりが復活します。よし、これでスキャンいけるぞ。ここが開かれるんじゃないか？開け！ごま！あ、開いた。わお、まがまがしい。失礼しまーす。あれ？あれれ？あれこれ、繋がっただけっぽいぞ。お邪魔しました。どこかなー。ないな。青い円がマジで出てこないな。わかった。とりあえずないからここの鳥に行きます。ということで、ここの鳥方をちょっとネットで調べたら、まず宝刀団の宝の地図を入手しないといけないらしいんですけど、私は宝の地図は持っているんでしょうか。宝刀団の宝の、あ、これか。宝の地図の断片、いや違うな。宝刀団の宝の地図、宝刀団の宝の地図、宝刀団の宝の地図。持ってないのかもしれない、もしかしたら。なるほど、宝刀団の宝の地図はさっき見たこれと、あともう一個の宝の地図の切れ端があれば宝刀団の宝の地図っていうのになるらしい。その宝の地図の断片がある場所が2箇所ありまして、1箇所目がここっぽい。あ、一応私1枚断片持ってるんですけど、その断片が2箇所ある場所のうちのどっちの断片かがちょっとわからないので、結局2箇所とも行く羽目になっております。すごい、宝刀団いっぱいいる。この辺、この辺に宝刀団のアジトがあるはず。あ、でも私ここ来たことあるかもしれない。なんか見覚えあるぞ。こいつがいる、これ、ヒコヒロの近くのここ、あ、ないということは私はここは取ってある。そしたらもう一個の場所は双眼鏡園の、どこだ？この辺らしい。どうやって行くんでしょうか、果たして。こっちかな？よいしょ。あ、あれは、スメールにあると言われている、村が大量に入っている石じゃないか。なんであんなとこにあるんだ？あれはスメール限定のものじゃないのか。これどうやって下行ったらいいんですか？あれ、取りたいんですけど。あ、こっちから行ける。さあ、何万もらもらえるでしょう。1万5000もらー。あ、その石もついでに取っていきます。これは最近私が武器強化の素材として集めている武器です。素材です。この、邪魔だよみんな。このちょっとした段差を利用してジャンプ攻撃を繰り広げる。そうすると、あ、痛い。そうするとこれが、あ、痛い。死ぬ、死ぬ。そうするとこれが、壊れます。よし。あ、邪魔した。最北のテントの中らしいんだけど、テント、あ、ここか？もしかして。あ、この赤い、あ、これだ！来た！取りました。これでさ、宝刀団の宝、あ、なった。閲覧。はいはいはい、これで宝の場所がわかると。で、ここに向かいましょう。これ上、
ですか？こういう時のためのキララちゃんです。お任せあれ。お願いします。どこ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 、にゃん、あお、切れるの早い。旦那様で飛んで、で登り、キララちゃんのスキルが溜まったから俺で行く。めっちゃ楽ちん。あ、着いたぞ。ここじゃないか、もしかして。あ、この辺にありそう。よし、戦います。あ、やばい、キララちゃん帰ってない。おりゃ、あ、まだいる。旦那様の回復したいから、ちょっとナナちゃんお願い。よしよしよし、これに入ってるか。あ、違うよ。違うわ、今。え、私、あれ？今、宝探してた？いや、違う、宝じゃなくて探すのは、ここに、地下に続く隠し扉。あ、これか。あ、来た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 。内部入りました。内部潜入しました。成功です。あ、これか、宝。隠してた宝というのは。おうおうおう、なるほどなるほど。宝箱2つありました。これでやっと取れるのか、1個。頑張れ！よし、取りました。あー、なるほど、意外と簡単だったな。よし、これで類名石探し再開できるぞ。これでさ、また次の新たな青いばっか表示して、あ、くれてる、助かる。さあ、どこかな。上、あ、上だ、めっちゃ上にあるぞ。あ、ちょっと待って、どうしよう。あ、ちょっと待って、どうしよう。あ、ちょっと待って、え、待って、もう一回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 やり直す。すごい上だから、上の方から行った方がいいな。これ駆け上れ、上に駆け上れ。ここで旦那様で、あ、無理か、さすが、あ、ちょっと無理だ、ちょっと無理だ、これは。え、どうしようどうしようどうしよう、なんかないの、上に行く方法。あ、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 これ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 、これ使おう、これ使おう、飛べ。よし、で、ここ一旦乗って、よし、 OK で、ここに乗り移って、で、あ、やばい、最悪すぎる、これ。ちょっと待って、登れない。あ、大丈夫大丈夫、落ち着いて落ち着いて、ここここ、はい、あ、オッケーオッケー。待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。なんでこんなすごい上に登りにくい構造してんだ、これ。旦那様で、オッケー。よし。で、さらに登り、どうだ？あった！ここを登って、あ、待って！危ない！ちょっと待って、これ真ん中空いてるぞ。難しくない？これ。めっちゃ綱渡り。こういう時は、上里彩香さんで走ると、落ちずに、進めない。なんで？あれ？やばい。ちょっと待って。危ない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 。マジでセーフ。危なかった。マジで。さあ、次はどこかな？はい。ドドン。あ、こんなスタート地点にあったとは。やっぱりあれなんだ。私さ、あの任務クリアする前にここで一回スキャンしたのよ。だけど何も出なかったから、やっぱりあれだね。その、表示されてるところをクリアしないと次のとこ表示してくれないんだ。これは、マップのマーク的には多分下だな。どこ？こんな下にある？あ、待って、これもしかしてさ、これも、室内じゃない？うわ、室内だ。え、どうしよう、こうやって。持ってる！なんで？なんで持ってんの、私。すご、えら。ありえました。失礼します。あ、待って、なんか、あ、待って、なんか、降ってきた。あ、なんか敵いるわ。こいつ、あ、こいつ倒したらなんか、宝箱くれそう。お願いします。対戦。あー、待って、キララちゃん帰ってない。まあ、いっか。いける。キララちゃんでも戦えるはず。ちょっとでも、元素反応的にはすごい良くないけど。あ、でも弱いぞ、こいつ。あ、倒した。宝箱、宝箱。よし。え、で？どこだ？これ、まず先？扉を開ける。はい。精霊さんが案内してくれるのかな？やばい、爆発する。危な。あら、こっち、あ、あ、誰？すごい、なんかあれだね。ボスっぽい人がいっぱいいる。やばい、こいつ、硬いな。HP めっちゃ、てか防御力めっちゃ高い、こいつ。さすが、見た目通りって感じ。いけ、キララちゃん、これで終わり。おし。宝箱を取って、精霊さんについていくと。で、宝箱は出たと。え、で、類面積は？なんか、違うな。っていうか、私めっちゃ離れてるぞ、類面積から。こっちだ、こっちだ。あったじゃん、あんなとこに。普通にあったじゃん。全然なんか精霊さんに騙されたわ、逆に。よし。これで、次の場所が、あれ、ない。あれ、私全部取った、もしかして。いや、あと1個あるはず、どっかに。7個しかないもん。あれかな、遠すぎると反応してくんないのかな。ちょっと一旦この辺でスキャンしてみるか。スキャン！あ、来たんじゃない？このモーションは多分来たということ。来た！ここだ！ラスト1個です。行きます。とりあえず円の中に入って、あ、上っぽいぞ。上。あ、危ねえ。ちょっと一旦こいつ倒そう。ちょっと邪魔なんで。まずい。ちょっとイエランにしてくればよかったか。こいつと戦うにはさすがにイエランの方がよかったか。おら！おら！
ウルトを貯めてくれ神里彩香。来たからの雰囲気上げ、そして全員集合。おっし、え待って、やっぱさ神里彩香のウルトが最近すごい強いなと感じている。あこの辺にあるっぽいぞ。近い、場所は近い。さらに上か。あ登れない。キララちゃんで登れるかな。あナイス、キララちゃん最強。えこの辺に、あ光り輝くものが見えている、あそこだ。お願いキララちゃん、君ならこのちょっとした段差も乗り越えられるはず。ナイス、マジで優秀すぎるこの子。来た、ラスト1個取りました。これで8つ全部貯められたので捧げに行きましょう。さあお姉さん貯めてきたよ、加工お願いします。レベル10解放、レベルマックスに強化しました、ありがとうございます。報酬めっちゃもらいました。これでもレベルマックスにしたことによってなんかできるようになるわけではないのかな。